ここまで来ると、地球上のすべてのメディアが完全終了です。どうも、非イズルクリ TV のお時間です。今回も皆様のご視聴、誠にありがとうございます。中国に逆らえなくなったハリウッドですが、あの映画までこうなってたのか、というのが具体的にわかりやすく興味深い記事があったのでご紹介いたします。非常に長い本文ですが、最後のネット上の声と合わせてご覧くださいませ。ハリウッドがまたもや中国に頭を悩ませている。来月のアカデミー賞授賞式の中継番組を放映しないよう中国政府がメディア各社に通達を出したのだ。理由は今月15日に発表されたノミネーション作品の中に短編ドキュメンタリー映画「Do Not Split」が入ったこと。上映時間35分の同作は民主主義を守るために奮闘する香港の人たちを描くものだ。これに怒った中国政府はアカデミー賞の重要性を強調しないこと、また受賞結果は無難な部門に限って報道することをメディアに要請したという。中国による検閲はもちろん今に始まったことではない。バイオレンス、セックス、同性愛などが出てくる作品は昔からまず間違いなく拒否されてきた。中国でも上映してもらいたいならそれらのシーンをカットして中国仕様にするしかない。そうして中国市場を見据えたハリウッドの自主検閲も生まれ、近年大きな問題になってきている。あるいは最初から中国は諦めるか。例えば全世界で大ヒットしたジョーカーは中国はないものと覚悟して制作されている。あの映画からバイオレンスをなくしたらまるで違う映画になってしまうだろうから、その判断は正しい。だが中国での公開を想定して制作したのにもかかわらず予想外の理由で禁止されることもある。最近ではモンスターハンターがそうだ。問題となったのはアジア系アメリカ人のラッパーオウヤンジンが俺の膝を見ろ、どんな膝、ニーズだ、チャイニーズだというシーン。作り手に差別の意図は全くなかったのだが、映画を見た一般観客はアジア人の子供をバカにする遊び歌を連想し人種差別だと捉えたのである。この騒ぎが出ると劇場は次々に上映を取りやめ、初日中国全土の4分の1ほどのスクリーンで上映されていた同作は翌日には 0.7% しか占めない状況になった。制作側はすぐに謝罪し該当シーンを全世界でカットしたのだが、中国ではそのバージョンも許可されず上映は打ち切りの状態のままだ。クエンティン・タランティーノ監督の Once Upon a Time in Hollywood も同じような経験をした。同作は中国の会社が 25% の資金を提供しているにもかかわらず公開1週間前になって上映禁止が言い渡されたのだ。中国政府は理由を発表していないが、劇中でブラッド・ピットがブルース・リーをやっつけるシーンを侮辱だと公に批判してきたシャノン・リー、ブルースの娘が直接懇願したことが大きいのではないかと推測されている。2018年にはディズニーのブーと大人になった僕が上映禁止の浮き目にあった。これまた説明はないものの、その前年ソーシャルメディアに熊のプーサーを使った習近平批判の映像が出回ったことが原因だと見られている。2016年にはやはり一見何の害もなさそうなアクションコメディーゴーストバスターズが上映を拒否された。いくら明るく描かれていてもゴーストという要素が問題視されたのではないかというのがハリウッド関係者の推測だ。このような事態はスタジオ側には予測しようがない。その度にスタジオやフィルムメーカーは振り回され余計な仕事が増えることになる。それでも中国を完全に切り離すのは難しい。人口が多い上成長市場である中国は
稼ぐ時はとんでもなく稼ぐのだ。ワイルドスピードシリーズの最近作の売り上げは北米より多かったし、アベンジャーズエンドゲームは6億ドル、約660億円以上も売り上げた。頭を悩ませられても、それでもハリウッドは中国との関係を続けていく。との内容です。ねえ、お金に目がくらんで痛いところを握られた結果、どうにもならなくなってきてますよね。なんだか最近よく耳にする、嫁と言ったら差別用語になるなど、以前はなかった過剰とも思えるポリコレが蔓延してきましたが、やっぱりこれも大量に日本に侵食してきている影響なのか、ハリウッドの一件もなんだか似てきてますよね。それにしてもこんな状態になったら、もともとヒットするはずの脚本が中国の顔色を伺って全く世界観まで変わってしまうこともあるんじゃないでしょうか。まあすでにネット上ではあらゆるメディアがそうなっているような気もしますが、昨年のアカデミー賞なんかはお隣のパラサイト半地下の住人が受賞してて、個人的にも思いっきり疑問だったんで一応どんな内容か見てみましたが、トランプさんも当時言ってたように、なんであれが受賞したのか全く分かりませんでした。同じく昨年には米国の NPO 団体が、ハリウッドは中国政府の機嫌を損ねないように自ら検閲を行っているとのレポートを発表していて、中国での映画興行収入は間もなく米国を超えるとの報告もありましたが、間もなく公開される続編映画のトップガンマーヴェリックも中国に忖度した結果、トム・クルーズのジャケットから日の丸と台湾の旗が消えたのも、ハリウッドの状況が分かりやすい例ですよね。まあ個人的にはもう映画館には行かなくなり、もっぱらアマゾンプライムで見てますが、本当にいい映画と思えるものは少なくなりましたね。では今回もネット上の声で終わりにしたいと思いますので、じっくりとご覧くださいませ。ハリウッドは制作費がどんどん膨らんで中国なしでは成り立たなくなりつつあるじゃん。まずそこをやめて予算を減らせよ。中国頼りの営業はかえって破滅を招くぞ。表現の自由がない国に合わせて映画を作り始めたアホ。それじゃ金のために表現の自由を捨てるのと同じことだ。リチャード・ギア追放を取り消しなよ。シナで放送されないだけ、別にどうでもいいこと。テレビでパラサイト見たけど、あれがアカデミー賞ってありえんわ。他の作品がどれだけゴミだったかって話や。チンペイにプーさんが聞きまくってるのはほんと草生える。金でマウント取ったら中国至上主義が表に出てくるんだな。世界の覇権取ったらどうなることやら。いっそ脚本を事前に共産党様に提出して許可取ればいい。そうやって許可を取っても直前にちゃぶ台返すのが中国なわけだし、どうしようもないよ。以上、日の丸を消すぐらいなので、日本映画のアカデミー賞受賞なんて、到底無理ですよね。